ナミさん、この度はですね、ライフプロデュースアカデミー開校おめでとうございます。通称 LPA、 はい、おめでとうございます。というか採用ありがとうございます。まさか採用になるとは思わなかったんですけど、はい、僕はですね、このライフプロデュースアカデミーっていう名前をご提案させていただいた理由に、そのナミさんがやってほしいっていう、まあ、お客さんの声があったと思うんですけども、そのナミさんの年代からお伝えできることだから、まあこれもし可能であるならば多分可能だと思うんですけど、やっぱその久保さんとやっぱつながってて、久保さんにもご協力いただけると思うんで、そのやっぱ久保さんも売り上げ作れる一つの大きな要因として、久保さんだからっていうのがあるんですよ。あの年代から響くメッセージっていうのがあるんですよ。でそのこの年代でもそのライフ、自分のその楽しいこと、本当にその今までその20代とか30代とか40代できなかったことをこの、ね、年代からでもできるよっていうことを、この先導を立って、ね、こう教えていくっていう、そのビジョンというかコンセプトですよね、うん、そのだから僕がネーミングを考えるときに、そのナミさんから教わりたいっていうお客さんの声があったっていうことだったんで、それも踏まえてライフプロデューサーアカデミーっていうのをご提案させていただきました。でこのライフプロデューサーアカデミーがもしね20代の子がやってたら、実は人生経験ないじゃないですか。だからこれは本当にね、ね、ナミさんはその自分でお店もねずっとやってきたっていうのもあったりとか、いろんなことにチャレンジして、まあ、毎日ワクワクするような人生を送ってると思うんですけども、でもほとんどのナミさんと同じ年代のほとんどの人っていうのは、そのワクワクするというよりかはビクビクしてるんですよ。だからまあビクビクをワクワクに変えるみたいな、ビクビクをワクワクに変えるみたいな感じですね。そのこれからの生活どうしようとか、まあ年金問題とかいろいろありますから、老後のこと。だからそのビクビクで、給料もリストラになったりとか、まあいろんな問題、なんかその世代間の問題っていうのがいっぱいあると思うんですよ。だからビクビクする人生、ビクビクする生活をワクワクする、まあ今からでも、遅くないワクワクできる人生に変えられるよみたいな感じですね。でナミさんはいつも楽しくね、こういろいろ発信してると思うんで、うん、まあなんかそういうコンセプトも、まあ、受け取っていただきたいなと思います。だから本当にですね、久保さんとは一緒になんかこう、僕がこの入らない理由、僕はその逆に僕が入るとそのコンセプトがずれちゃうんで、久保さんとやった方がいいと思います。久保さんに特別講師としてなんかちょっと提供していただいたりとか、まあこれは交渉すればね、ナミさんだったら多分大丈夫だと思うんで、あ全然いいですよって久保さん言ってくれると思うんで、うん、ぜひ久保さんと、まあそのナミさんが持ってない部分で久保さん持ってるじゃないですかね。その圧倒的な結果っていうのは、やっぱね、家を買ったとか1ヶ月で1億とか、まあそういう圧倒的な結果も久保さん持ってるんで、うん、そうだから、そのなんか今後そのライフプロデューサーアカデミーをやっていく上で、で久保さんもそう久保さんもその隠居生活っていうライフスタイルを築いてるわけですよね。だからそれもその販売する時にこの久保さんとタイアップしてこうやっていくことができれば、久保さんのライフスタイルっていうのもこの見せ、プロモーションでこう見せていくことができるじゃないですか。で私のライフスタイルだったりとか久保さんのライフスタイルっていうのをこう、こう見せて、販売していくっていうこともできると思うんで、ぜひライフプロデュースアカデミー、あなたの人生をこれからより良いものにしていく、私たちが講師でプロデュースしていきますよと。で何をやっていけばいいのかみたいなね、よかったです。ぜひ頑張ってください、はい、LPA ライフプロデューサーアカデミー盛り上げていきましょう、はい、僕もですね、なんかご協力、まあでも僕が入るとねちょっとコンセプトずれちゃうんで、そう、僕は入らない方がいいですね、これは、うん、久保さんがいいです。本当に久保さんが適材適所だと思います。であとはもしあれ、まあ僕もそうなんですけど、まあドリームアカデミアっていろんな講師陣あるじゃないですか。だからドリームアカデミアで僕がやってることをパクって、その自分と同じ年代だったりとか、その層でそのプロフェッショナルっていうのをできるだけ集めて、で、この盛り上げていくっていうことをやればいいんじゃないかなと思います。はい、
では、今回はライフプロデュースアカデミー LPA 開講おめでとうございます動画でございます。また頑張っていきましょう。お待ち、あとですね、そうですね、またあのコピーライティング道場とかでお待ちしてますんで、課題の方、はい、ではまたよろしくお願いいたします。あ、そうそうそう、あの特典ですね、特典よろしくお願いします。あの今年こそは、今年こそはあの東北の方に、なんか上に行って北海道も行くんで、あの波さん邸にお邪魔するかもしれません。というよりお邪魔させていただくと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まあ整体70分が限界ということなので、施術が70分堪能させていただきたく思います。はい、まあこれね、あのネーミング決定したということなんで、はい、あとあの美味しい手料理お願いします。あそこあのすいません、あの奈美さんにあのとんかつ屋さん前ね、一緒にご馳走させていただいたんですけど、ちょっとですね、あのとんかつは無理です。無理です。まあこれちょっとぶっちゃけ言うと、前あの奈美さんにですね、あのとんかつの方ご馳走させていただいたんですけど、後半もうめちゃくちゃきつくて、いや、うわきつい、油無理だわみたいな。そう、もう油入っていかないんですよ。なんでちょっとお魚お願いします。お魚、魚系ちょっといきましょう。お願いします。ちょっとね、肉は無理です。もう多分2切れぐらいだったらいけるんですけど、もう若くないですからね。ではいつもありがとうございます。終わります。またよろしくお願いします。